美しすぎる女性に抱かれるとすればありですか？芸能人で例えると、どんな女性に抱かれたいですか？また、ベッドの中でどういった一夜を過ごしたいですか？私でも、荒木優子ちゃんが好きなので、はい、荒木優子ちゃんだったらありですかね。ものすごいいい香りしそうじゃないですか。一晩中隣で寝て、匂いを嗅ぎながら、いい香りを嗅ぎながら、過ごしたいですね。レズビアンじゃないんですけど、はい、ちょっと、いいですね。包茎の男性についてどう思いますか？実際に包茎男子の相手をした経験があるなど、思いのすべてをお話しください。私はそんなに包茎男性も全然変わらないですね。結構あれじゃないですか。立ってしまうと普通じゃないかなって思います。ただたまにね、なんか結構ゴミが溜まりやすいとか匂いとか結構きつくなるっていうのを聞いたので。はい。それはちょっと清潔にしてほしいかなって思うんですけど、私が出会った包茎の方は全然清潔でしたし、はい。特に困ったことはありませんでした。そうですね。私が付き合いした男性は、みんな、火星包茎だったので、挿入、硬くなると、抜ける方だったので、全然、挿入時とかは問題なかったですね。はい。逆に、新生包茎の人は見たことないですね。はい。入れたらどんな感じなんですかね。なんか、入れにくそう。なんかイメージだと、入れにくそうな感じがします。はい。なので、全然、火星包茎の方は問題なかったです。はい。私は清潔面とか、清潔にしてたら問題ないかなって思ってます。